やばいって、まっすぐ行き過ぎだ。そんなに回転率ないっすね、スキーが。これまだ前のスキーだ。あ、前のスキー。おい、ちょっと今日インターバル絞ってあるからダイトに負けんなよ。もう少し高い位置から入んなきゃダメだ。これあれだね、若い子はスタン狭い子多いね、今流行りだろうね。はい、3本目の古いスキー、オールドスキー、オールド、やばいよ、落ちんな、登ってこい。キャッチが遅いんだね、こっちのスキーのがね。ダイト4本目、新しいスキー、ヒュンヒュン、はい、うん、こっちの方が前半スムーズだね。ここら辺失敗すんな。前半はこっちのが作りやすいと、後半の抜けはどうかってとこだね。はい、4本5本目、コース整備なし後、古いスキー、少し荒れた中での5本目、コース整備なし。こっちの方が前半キャッチやっぱ遅いんだね。ただこうインターバル伸びたらどうなるかっていうね。はい、6本目、ニュースキー、コース整備なしの4本連チャン目の6本目。うん、こっちの方が早いわ。ただインターバル細かいから広いセットでどうかだね。はい、ダイト8本目、オールドスキー、コース整備6本、連チャン、コース整備なし6本目、連チャンの6本目、あ、8本目ね。雪の圧力がちょっと出てきたっていう雪の変化ね。はい、8本目、オールドスキー、コース整備後明けの8本目。あまりも上がってる。はいよー。あ、ニュースキーだ。ごめん、間違えた。ニュー。ニュー。オールドニューだね、次は。はい、第9本目。オールドスキー。コース整備後2本目。少し雪の圧力出てきた9本目。見えねえ。はい、10本目、ニュースキー、コース整備後3本目、雪の圧力はちょっと出てきたって、3本、コース整備後の3本目。こ
これでどういう撤収しますか。サイドに、うん、